今日は軽トラで運んできた原木を薪割り場まで運搬機で運びます。切り出したばかりの原木は、すごく重いんですけども、このリフティングトングっていう道具を使って持ち上げると楽です。リフティングトングは氷屋さんも使っている道具で、原木の重量によってテコが働いて挟みます。原木が重ければ重いほど強く挟むという、とてもよくできた道具です。これを使うと腰を曲げることが少なくて、重い原木もハンドルで持ち上げることができます。運搬機は250キロまで搭載可能なので、どんどん積んでいきます。軽トラの入っていけない薪割り場まで原木を運ぶのに、とても重宝しております。このようにリフティングトングで、軽く引っ掛けて持ち上げると、どんな重いものでもですね、ハンドルを使って持ち上げるので普通に手で持つよりも楽なんですよね。この動作を何回も繰り返すことを考えると、やっぱり使える道具は使った方がいいと思います。細い原木はリフティングトングでは挟みにくいので、このように手で運んでいます。運搬機の空いた隙間に細い原木を詰め込んで安定させています。運搬機はこのような軽トラの入っていけない細い通路を運ぶのにとても重宝します。距離的には大したことはないんですけども、いかんせん原木というのは非常に重いので、こういう機械を使うことによって少しでも体の負担を軽減しています。ここが薪割り場です。ここに薪割り機を置いてありまして、その近くに運んできた原木をどんどん下ろして積んでおきます。今日は薪割りをする場面までは撮れなかったので、薪を運搬する場面だけ見ていただきました。ご視聴ありがとうございました。